和歌山県有田市千田の須佐神社は、須佐能の命を主神に祀る有田市で一番歴史の古い神社です。須佐神社の秋の例大祭千田祭りに奉納されるのが須佐神社の獅子舞です。神輿を拝殿に入れます。この神輿に神が乗り移るとされています。この後、天狗、鬼、獅子が根の舞を奉納します。鼻の高い方が天狗、低い方が鬼。手には矛と采配を持っています。須佐神社の獅子舞はこの根の舞のほかに太刀の舞と神迎えの舞があります。続いて神迎えの舞。太鼓の音に合わせて前後に4回飛び跳ねる所作を行います。ほら貝の合図とともに神社を出発します。神社の石段は神輿を担いで降りるのではなく勢いよく滑らせております。二の鳥居まで神輿が降りると、そこでもう一度獅子舞が回れます。ここでは太刀の舞。組太鼓を先頭に、お旅所である高田の浜へ向かいます。その間は神輿を何度も放り投げるなど、荒々しいお渡りです。お旅所である高田の浜で8組の組太鼓が左右に分かれ神輿を迎えます。その中を神輿が進み海で禊を行います。ここでも獅子舞が奉納されます。夕日の沈む頃鯛投げ神事が行われます。鯛は神前に備えられたもので、この鯛を手にした者は一年が健康、商売繁盛、豊漁になるという言い伝えがあり、この鯛を取り合うことから喧嘩祭りの異名があります。この後一の鳥居のお旅所で神事や餅投げが行われ、午後7時ごろ神社に戻り祭りは終了します。